みやび、なぜみやび、みやびの勝手でしょ。やっはらー、皆さん、こんにちは、みやびんでーす。世の中、みやびに抗いません。よろしくお願いします。ってことで、今日はこちらあ、チームの、ついに、ついに、 手に入れました。みやびのイヤホンをレビューしていきたいと思いまーす。ついにみやびがゲットしました。みやびを楽しみです。では、ひもじ、お願いします。おいでカラス。なぜなくのカラスだから。カラスだからす。<laughs> ね。というわけで。はい。で、うネタも。 だん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 苦しくなってきたところで、はい、余裕だからえっとね皆さんからやんないんですかまだなんですかってずっと言われていた、えー、アンティームさん<ー>、えー、メイドインジャパンでございますジャピーンえみやびはいみやびこっちはみやびこっちはみやびみやびがみや、はい、漢字も一緒はいえー、やっとねちょっとこの間いいやほさんね在庫復活して取り置いてもらって行ってきてね、うんまあ、そこで 僕のダーリンに会っってしまった、うん、視聴者で唯一、うん、僕の素顔を知る男バタナオさんバタナオさんマジラッキーボーイだねイヤホン4階中古売り場でバタナオさんとちょっと会ってちょっとバタナオさんに渡すものがあったので、うん、まあ渡してバタナオさんのツイッター知ってる方が見ればあみやびと俺のサインが入ったとあるものをアップしてくれてるので。 勝ち込みに行きました。<laughs> というわけで、えー、今日は雅を,をやっていくってなんかやらしいな。<laughs> やりませんよ。そのうちやねえすかをや <laughs> ですけど。誰も思ってないから。<laughs> アンティームの雅をやっていくんですけどもまたねヒリスの 80S ちゃんで、えー、シングルエンドで今日はこのケーブルもね定評あるんで、はい、シングルエンドでまずい てみますかわいいさあみやびはみやびを気に入るのかはいというわけでみやびを聞いていきます、はいえー、ヒリスの DH80S で今日は AmazonMusicHD で,でケーブルはシングルエンドですえー、っとウルトラ HD で、えー、聞いていきますけれども、はいえー、いいですか ?Of course! <laughs> 終わりだね <laughs> そっちじゃない <laughs> そのオフコね <laughs> そじゃない <laughs> えっと、というわけで、えー、ブラックピンクさんでラブシックグルルグルルおーあらみやびいい音出してくるじゃんはいはい、続きまして えー菅田将さんで「スタンバイ・ミー・スタンバイ・ユー」うーんおお平井大さんぴったりきれい音がはいえー菅田まさきさんで「間違い探し」 うん、こういう男性バラードぴったり優しい音ですねはいねえワニマさんで共にうん難関余裕クリアああいいねはい えー、綾瀬さんで夜なでるメノンうんめっちゃ優しいとにかく <laughs> はいえー、ゴールドプレイ BTS でマイユニバースきたうん おーはいというわけで感想をどうぞあのー、なんかみやびみたいに、うん、みやびみたいに「はんなり」なりんか優しい感じなんかちょっと控えめな音って感じいい意味なのこれいい意味で言ってんだけど「うん、あのはんなりしたいい意味で何にでも合う」特にこれを,きこれをして「 チルなな曲を聞きたいいっていう感じなじゃあですね次にこれねみやびの太一くんと一緒でええ、うん、mmcx なんですけどええー。これだリケーブルできるのでバランスでも聴いていきたいと思うんですがグーグラ。グーグー <laughs> ケーブル忘れたんで取ってきます。カット入ります。というわけで、バランスケーブル持ってきました。で、えー、聞くんですが、みやびがうんこを漏らしました。<laughs> ねえ。なーってくさいじゃん。いいじゃないでしょう。やめて。営業妨害。怒ってるの怒ってる。だって、そこはすぐさ、いや、それは平蔵でしょっていう <laughs> 臭くさい。え撮影が始まると、なぜかいつもうんこを2回しに来る平蔵くんです。今夜だったよ。夜だったの、うん まあ、よりでもこの匂いなの。まあ、より、よりがね、かました。かました <laughs>。今日は、よ、ロシブルちゃんだったそうです。ロシブルく臭い。はい。こっち右ですよ。はい。たぶんね。ね。四点四ミリバランスでございます。着きましたか。ちょっと待ってください。急げ。 何さっきしわがきしてんの今回しわがきしてんだよ。えさっきの、あ、そうだったのはい、というわけで、えー、バランスケーブル 4.4mm で、えー、Amazon Music Edge で、えー、これは BTS コールドプレイ、<laughs> コールドプレイ BTS <laughs>、えー、マイルドラる <laughs> <coughs> おーあ、バランスケーブル、やっぱ、よきだね。 こういうポーンって音欲しかった。はい。はい、バランスの感想。どうバランスめっちゃ雅好みだった。なんか雅の本領発揮って感じだった気がする。ね、雅の好みの男が現れたって感じですか。そうです。なんかタ地って感じ。<laughs> でも名前は雅ですよ。はい。<laughs> で、本当になんかね。あのー、雅の付属のケーブルは。なんか優しい音だから。うん、リラックスしたい時とかに聞きたくて。 その他の、他なんかちょっとテンション上げていきたいなと思う時にはこのバランスケーブル使いたいって感じ、うん、でもみやびの音は変わらないいい感じでなんかどっちもさらにバランスいいって感じだからまあバランスケーブルだからまあるかもしんないけどって感じでしただからと,とりあえず好きですややこしいんですが今言ってたみやびはイヤホンのことなので <laughs>、はいえー、今日に限ってみやびは自分のことを「みー」と言いますはい、はい、いや、いつも「みー」って言ってますけどねまあねえーっとで僕のターンでよろしいですかはい。 <laughs> えー、アンティーム、インタイムって書いてアンティーム、みやび、メイドインジャパン、アッセンブルドチャイナですけど、はい、1、えー、0ミリのダイナミックドライバーに、えーね、VST2 っていうのと HDSS っていう、ねうん、まあシステムがついてます。ボディがこれ、ね、一瞬プラスチックに,ここに見えるんですけどこれ真鍮なんですよ。 真鍮ボディで響きが良くなるようにというのと、うん、あと第三世代のセラミックツイーター VST2 を採用しておりますはいであとあれですねえっ、ー、とグラフェンコートウーハーと日本の成形職人の匠の技によって実現したデザイン、うん、真鍮って加工難しいんですよへえ<ー>でこのデザインで かわい,い実現ししてておりまして、はい、でこのケーブルでなんで最初聞いてバランスちょろっとにしたのかは、うん、え先ほどのこのケーブル、はい、ハンドメイドのオリジナルケーブル「うん、M ーって言います「M 奏でる」って書いて <laughs> を採用していてまあ手触りとかね<お>ただ相性君的には中華みたいに色つけてくださいって感じなんか、うん、うでこ,れなんかアニメこういうねおしゃれな。 という感じなんですが、音質いっていきます。はい。えっと、ハイ広域は、あの、非常にクリアで、綺麗で、うん、透明感のある優しい高音で刺さりません。うん。で、とても気持ちが良くて抜けの良い広域になっております。で、ミッド中域は、ボーカルの息遣いとか艶も表現していて、楽器と被ることもないです。はい。なので、ボーカル曲も気持ちよく聴けます。はい。で、ロー低域は、 豊かでスピード感が若干遅い感じなんですけど、うん、上品な低音で量感も十分で他の帯域を低域が邪魔することはないです。はい。で、あのロー中ロー中低だって、あローミッドハイ <laughs>、えー、低中高バランスとつながりがいいので、えー、各帯域が邪魔してぶつかることもなくて聞きやすいです。うん、で、空間表現がとても素晴らしくて。うん 中高域の広がりと伸びあとそれを支える低域がもう絶妙に中高域はこう伸びるんだけど定域がちゃんと,と支えてるっていう感じのバランスなんでえとてもいいバランスでした、まあ、皆さんがやってっていう気持ちもわかるし人気でね在庫切れが続いてたのも分かりますまあアンティームさんは空とかその辺が人気だったんで定評のあるブランドなんですけど でまあ、そうですね。まず向かない人は、うん、ファイナルみたいに中高域メインでキラキラした高域、クリアで硬くて広がる中域が良い人にはおすすめしませんが、うん、ただまあ、万人受けする音にチューニングされてるので、うん、付属のケーブルだと聞いてて疲れないし、うん、バランスに変えると、 音圧とかも増して迫力とか分離感解像感増すのでまあ気分上げたい時とか真剣に聞き込みたい時とかっていうのはバランスででながら聞きとかリラックスタイムとかっていう時は付属のケーブルっていうふうに使い分けることがね MMCX にはで,できるんでねいいと思います。でまあ僕的にはねう まあ言いますけど3万円以下の今まで中華ナンバーワンで言ってて、うん、オーロラさんになっちゃったじゃないですか、うん、でもこれ中華じゃないので、うん、えっとね3万円以下の優先イヤホンで、うん、3万円以下ね、うん、それ以上もやってきてるんで、うん、の中では、えー、っと僕的に一番気に入ったイヤホンになりました結構聞いておーっとか思って。うん これいいな疲れなくて、うん、っていう感じでとっても聞きやすいのでバランスよくて僕は気に入りましたがみやびは分からないんですが、うんえー、そこで今回からよりうちのレビューが分かりやすくなるように<お>、えー、これね家庭としてみやびは、まあ、今下積みでまああのね普通の生活しかできないんで、はい、あんまりこういうお高い買い物をバンバンできませんが、はい、まあもう売れてて、はい、お金も十分にあるという設定 のもと、はい、今後はレビューした製品を買いますか<う>買いませんかっていう日テレのパクリをやりますのでいいねそれははっきりね、うん、分り自分で買うか買わないかで、うん、ね判断つくじゃないですか身も分かりやすいなのでえー、いきますよはいこのアンティームみやび価格,<あ> 1>, 価格1万5500円です おおちゃんとうち価格と音も総合して評価してるんで,で、特にみやびはそこ厳しいので。で、みやびはこの撮影、今初めて価格知ってるので、うん、そこまで何にも教えてないので、うん、で、判断してもらいます。はい。えー、それでは行きましょう。はい。このアンティームみやびイヤホン、買いますか買いませんか買いまーす やっぱね、まあみまあ、バランスケーブルを持ってる手でイメージしたんだけど 2>,、うん、2つ使いこの前私は太一やったじゃん、ね、そのシワがあいやいやいやあの優先版と普通のないバージョンで時に、うん、それ2つの使い分けがいいなっていうふうに知ったから、うん、今回もそういうふうに使っていきたいなって思った。でまあね僕の場合は自分で買ってるんで買いますか買いますかじゃなくて買ってますて。<laughs> まあ、売りますか、売りませんかっていうのはあるんですけど、まあ、売ったときは僕、報告してるんで、ソニーの 1000XM4 とか売っちゃいましたよとかすぐ言うので、えとそんな感じでもう一つの決め手になる最後のまとめで、持って帰るか持って帰るだけかも言うとこのダブルでより分かりやすくなるんで、買うっつってるんで、あれかもしれないですけど、もうると思まあ、とりあえず、そんな感じで。 私は、はい、ドローンいたします。Thank you! シュッシュッシュッはい。まあ、もう結論、私はお持ち帰りしたいと思います久しぶりに出たんじゃないお持ち帰り、こうやって。しかも、メイドインジャパン。いいね、みやび。みやびがみやびをお持ち帰りするという、なんと平和的なね。 結論でしょうかって感じなんですけども、今回ね、この音はね、私本当にね、なんだろう、あのー、本当にもうずっと言ってるけど、使い分けて聞いていきたいなっていうぐらい聞き遣いれしないから気に入りました。この音。また、あ、何よりもね、みやびって名前だけでね、もう心を奪われてますか、私は。はい。皆さんよかったら、チェックしてみてください。皆さん今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。イエーイ <laughs>